ここでよろしいんですか？開けられたな。難しそうな顔して二人で何の話？ああ、この辺りも私が巡回しようかと提案していたところだ。他の場所と比べて安全ではあるようだが、フィルッサの脅威などが全くないわけではないからな。勇猛無比で名を馳せる白牙氏族の申し出とあれば、これはありがたい話ではあるがの。じゃが、ここはわらわの方が事情に詳しいのでな。そこまでの気遣いは無用じゃよ。総橋族の長老相手に出過ぎた真似をしてしまったか。今カラさんのことを長老って言ってたけど、私にはリラさんの方が年上に見えるな。でもやっぱりカラさんが年上なんだよね。おいライザ、士族こそ違うが、本来ならば私も好き放題言えるような相手ではないんだぞ、恐れ多い。それにこの方は私よりはるかに年上で間違いない。やっぱりそうなんだ、長老っていうくらいだしな。単に長く生きただけじゃ。それから聞き逃していないからな。私の方が年上に見えるとはどういうことだ？え、それはだって実際リラさんが年上っていうか、カラさんがすごく少女っぽく見えるというか。ん？いや、しっかり年相応に見えるが。そうかな。私の目からはしっかりと年相応だぞ。具体的に何がとかどこがとか明言は避けるが。賢明よな。じゃがやはり人の目にはわらわの方が幼く見えるようじゃな。なんかよくわからなくてモヤモヤするけど、わかったよ。物資の補充か？何が必要だ？これでいいのか？これはお前のものだ。無理はするなよ。いろいろ用意してある。何が必要だ？無理はするなよ。ことが多すぎて絞りきれなくて困ってるんだよ。なかなか愉快な少年じゃな。
カラって靴で身長を高く見せてるのか？若そう。後で年寄りからありがたいお説教があるぞ。この里って子供の姿を見ないんだけど、オーレン族は生まれた時から大人なの？そんなわけないだろう。私たちにだって人間同様に子供時代は存在する。ただこの里では見かけないがな。数十歳程度の若者なら何人か見たが。数十歳が若者って、本当オーレン族って長生きなんだね。子供のオーレン族って見たことなかったからちょっと気になったんだけどな。お前たちの世界に行ったオーレン族など数えるほどしかいなかっただろうからな。言われてみればそれもそうか。リラさんってどういう子供だったんだろう。今と同じで落ち着いた感じの子だった？どうだろうな。自分のことはよくわからん。何しろもうずいぶん昔の話だからな。ただどういう過ごし方をしていたかは今でもはっきりと覚えている。木々の間を仲の良かった友人と走り回ったり、時にはライザのように少し危険な遊びもしたな。リラさんも結構おてんばだったんだね。そんな気はしてたけど。まあ人のことを言えないなとは思っている。その友人たちは今どうしてるの？今は墓の下で眠っている。私以外は皆。あ、ごめん。別に謝ることではない。もう昔の話だからな。それにこれはフィルフサと戦い続ける白菓子族に生まれた者たちの宿命みたいなものだ。あの仲間たちと会うことはもうできないが、思い出だけは私が忘れない限り常に私と共にある。それで十分だ。リラさんは一人で戦ってきたんだろうな。私が思っているよりずっと長い間。えい！私は楽器を操ると聞いたぞ。ええ、フルートを少し。ほう、フルート。よければ今度聞かせておくれ。何かやらないといけないことがあったような気がするんだけど。メモとか残してないのか？私がそんなに几帳面に見える？狂
気の源泉か。あと何台くらいあると思う？数台と思いたいところだが、無数に存在すると考えておいた方がいいかもしれん。同感じゃ。神代の民は己の技術力を徹底的に使って磨いて消化させる者たちじゃった。数台程度で満足はせんだろうって。全部見つける方法探さなくちゃ。それで一台残らず止めれば異界もきっと。そこまでお主に求めてはおらぬよ。ライザはいい子じゃからな。多分神代の民の行いに対して責任を感じておるのじゃろ。だが生まれた時代もつながりもないお主には何の責もない。カライデアスの言う通りだ。これは異界に住む我らオーレン族が解決するべき問題だ。協力は嬉しく思うが、抱え込む必要はない。それだけは忘れないでほしい。すぐ近くだね。我々が解決できることもあるかもしれんな。俺たちでやってみるか。したらいいんだろう。狂気の源泉のことを考えているのか。うん。アンベルさん、リラさんにカラさんまで。気にするなと言ったところで無駄だと思ってな。やはり予想的中だったか。それで考えはまとまったのか。狂気の源泉をどうにかするためには神代の技術について調べる必要があると思うの。けど狂気の暗窟にあったのは爆発しちゃったし。クリント王国時代の兵器ですら探すのが難しいのに、神代ともなるとさらに難度が。なんじゃ、そんなものなら腐るほどあるぞ。な、何？あるのか神代の時代の機械が。先の奴らとの戦の後、この地には奴らの兵器が大量に残されておってな。それらを集めてまとめて処分した谷がある。そんなもので良いのなら。ぜひ。それどこの谷？ここから歩いて行ける？ああ、そう遠くない。奈落の谷と呼ばれる場所じゃ。奈落の谷ね。わかりました。準備できたら行ってみよう。あれほど求めていない、抱え込むなと言うたのに、人の話を聞かんやつじゃな。日が暮れてきたな。だが油断するなよ。この時間が一番危険だ。
か貴重なものが見つかりそう。少し見て回りたいな。私だったらすぐ疲れちゃうのに、地獣はすごいですね。あ、見えてきた。脅威でもありませんね。それ、これでおしまい。パトリシアの剣、見せてもらうぞ。アンテナを剣技術、見せてもらいます。できますか、カラさん。そりゃー、覚悟しなさい。そうじゃ、勝利の鍵となるのはどれじゃ。これにしよう。頼りにしておるぞ。面白そうじゃ、使ってみるとしよう。発動じゃ、派手に。カラさん、助かります。アンペル、頼むぞ。投資したアイデア、わかりました。アンペルさん、そこよ、終わりです。おしまい。動くな、もう暴れるな。よし、こっちのは倒したぞ。さすがライザさんの師匠ですね、アンペルさん。それよいしょ。私に任せろ。今なら使えるかもしれん。鍵に力を。完成だ。コアクリスタルを使う。よし、これにしよう。よし、こっちのは倒したぞ。よし、脅威は去ったろ。これはすごいな。どれだけの数の兵器が積み上げられているのだ。すごい、全然壊れてなさそうなものもある。残骸だけでなく、放置されていたものもまとめてここに投げ入れたのでな。ああ、状態は申し分ないし、こんなにたくさんあるのも嬉しいけど、どうやって持って帰ろう。苦労して持ち帰って調べて、役に立たなかった時にまたここへ戻ってくるのは楽でもないしな。ならば、うちの若い衆に手伝わせよう。神代の機械を扱うことはできなくとも、谷底から回収するくらいは問題ない。早急に回収用の天幕を立てるよう言っておく。さっさと倒してしまおう。リラさんと一緒なら怖いものなしよ。久しぶりに行くぞ、ライザ。行け。お願いできますか、カラさん。コアクリスタル借りるぞ。これに決まりじゃ。カラさん、よくなります。リラ、この白菓子塾の力を見せてくれ。終わりです。当たれ。そろそろ鍵を作れそうだが、試してみる。そりゃまとめて相手だ。リラさん、任せてください。はっ、中心が空いてる。こっちのを倒しました。使わせて。パーティーが一緒だと安心するよ。鍵を使う。うまくいけばいいのだが。よし、はっ、それ使い、一気に決める。力を貸せ。恐ろしい力だ、頼もしいぞ。使いそうなものは、それ、これなら、さあ
行くぞ。子は全滅するまで気を抜くなよ。すごいな。さあ、連続。了解だ、リラ。私に任せて、アンペルさん。そりゃ守りを解くぞ。走行を弱らせろ。みんな、あの時に集中攻撃だ。私たちの勝ちだね。代わりに回収してくれるなんて、本当ありがたいな。